皆さんこんにちは、よりがくチャンネルです。これがですね、7部台です。まあ、部台と言いますと皆さん青い体を思い浮かべる方も多いかもしれませんけれど、それはね、まあオスの姿ですね。で、メスはね、大体どの部台もこんな感じで赤かったり茶色かったりするんですけど、まあ、長部台はね、まあ体つきが他の部台と違って独特なので、まだ見分けやすい方と言えます。まあ、例えば、ね、大大部台だとか筋部台とか、そういう部台はメスのね、体色が互いによく似ていて、写真とかからの同定が困難である場合も多いですね。鱗を見てみますと、このように一つ一つのね、鱗に黒い小さな斑点が入っている、これも特徴的なものです。頭部はハゲブダイの仲間よりも結構こんな感じで皮に覆われている部分が多いような感じがします。まあ口は、まあ歯板の部分はこんな感じでちょっとちっちゃいですね。あと長ブダイの名前の通り、体も全体的に細長いように見えます。ということで、長部台の顎骨標本になります。まあ、長部台はね、他の部台の仲間と同じく、藻類とか、そういうのを食べています。まあ、歯の部分が、このように、ちっちゃな、粒状になっていて、藻とかをね、かじるのに適しています。まあ、歯状顎骨はね、今回、ちょっと付け方とか、そういうのがわからないところがあったので、今回はつけませんでした。まあ、残してはあるので、後でつけてみたいと思います。内側から見るとこんな感じですね。まあ、ブダイのね、仲間は、貝塚とかからもこの顎の骨が出土しているので、まあ、古来から人がこのブダイを食べていたことがわかります。で、今回、これがですね、手前が長部台。で、奥が、これが前回、作りました、鬼ハゲ部台のね、顎骨標本ですね。まあ、鬼ハゲ部台は、舌状顎骨つけました。まあ、ちょっとね、ずれてたりとかしてね、甘いところがあるんですけど、まあ、初めてなんで、ちょっと多めに見てほしいと思います。ということで、今回は、長部台、それから部台類の顎骨標本についてちょっとご紹介してきました。ご視聴ありがとうございました。